場運動の瞬間にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのピリ辛ピザタンを食べたいと思います。どうぞ。ピリ辛ってどんなピザなの？完熟トマトのピリ辛ピザタンですね。それではこんな感じだから結構辛そうな感じすでにしてるんですよね。でもトマトソースのようなまろやかなトマトの香りもあって美味しそうですね。赤々としてます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。完熟トマトというだけあってトマトソースの酸味が口の中でぐわっと広がってきて美味しかったです。でピリ辛といってみますと辛みはそんなになくてあったらちょっとジンジンくるかなっていう程度ですね。なのでそんなに辛いというわけなので辛いのが苦手な人にも食べやすいかもしれません。トマトがとっても美味しいのでトマト好きな方にはおすすめできる商品ですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。